미스터 텟. 사오기 박수 좀 해주세요. 아, 네, 거의 미소 때 낙사 작가 ですね. 네, よろしくお願いします. 하이, 하이, どうぞ. 주문お願いください. さあ、ちょっとね、後ろの方にね、 ちょっとテッドとナッツさんも下がっていただいてもよろしいですか? もうちょっと後ろの方でよろしいですかね? はい、大丈夫ですか? はい、ということで、テッドと 羨ましいですね、日本の恋人はダンビッツさんということで。ナイスバディ。ちょっと、ね。ナイスバディ。ちょっと、話聞いて、ちょっと、ベタベタしないで話聞いてもらえますか。ね。いいですか。あ、そうだ、あ、そうだ、ええ、そうなんですね。ダンビッツさん、あの、テッドの恋人でいいんですか。そうですね。 以前、こういう中年の男性にもてあそばれてみたいと言っていたのが現実になっちゃったみたいですね。モテ遊ばれてないですよね。大丈夫ですよね。いや、若干このテッド、テッド話聞いてください。テッドね、今夜ね、ここビルボードライブ東京でテッドバーにビルボードライブ6周年 PR 大使として登場するんですってね。そうですよ。イエーイ、モカモカ。 レッツモカモカ、レッツモカモカ、腰振らないでくださいね、本当ね。テッド、でも、とにかく、ノリノリですね。でもね、こんなね、ノリのいいね、テディベアですよ。日本でのね、テッドの浮気とか、ダンビッツさん、心配じゃないですか、でも。いや、でももう、日本の恋人って言ってる時点で、他にもいるってことですからね。そこはちょっと、穏便に捉えてます。あ、随分大人なんですね。ていうか、堀さんが見えない。大丈夫ですよ、僕もテッドだけでいいですよ、本当ね。あ、そういうこと、テッドちょっと、ちょっと CM で共演したって話がさっきありましたけれども、ダミさん、テッドブルーレイ&DVDの CM で共演なさいましたけれども、完成したね、映像見ていかがだったでしょうか、ダミさん。そうですね、なんかこういい感じに私とテッドの共演がなされてたんですけど、実際はモコモコっていうテッドのキャッチコピーと私のハーハーっていうキャッチコピーが一緒になって、コラボレーションされたので、なんだろう、 私とテッドっていうよりはむしろ言葉のぶつかり合いっていう感じがして、とても反応的だったと思います。モコモコアハハということでね、これからなんか流行りそうな感じですよね。そうですね、ちょっと夏場には刺激が強すぎるかと思うんですけれども。いや、いいと思いますよ。この暑い夏をね、乗り切るためにはね、必要かもしれないですね。で、テッド、もうさっきはとんでもない動きをさっきからしてますけれども、テッド自体はどうなんですか? CMってどうでした?何かありました?いや、やっぱりね、こんな実践の美女と共演したから、もっとこう、なんて言うんだろう、言葉だけじゃなくて、手取り足取り絡みたかったぜ!イエーイ!モコモコ!大丈夫、大丈夫、テッド大丈夫?首が座ってないのよね。ちょっとはしゃぎすぎたね、モコモコ。中年なのに首が座ってないってとんでもない話ですけどね。 でもテッドね、ブルーランド DVDのプロモーションのために来日していないね、連日いろんなところで仕事してね、働いてたって聞きましたけど。そうなんですよ。あのね、東京、大阪のビアガーデン、居酒屋、それからバー、いろんな所で売り込みしてきたぜ。そして色腰を振ってきたぜ。イエーイ、モコモコ。その緩い腰振りじゃなくて、もうちょい早くなんないですか、テッド。もっといつもよりモコモコ。 モコモコ。テドネチ。テドネチって。ダミさん、本当にいいんですか、テッドで。そうですね、来日してハリウッドスターなのに、こうやって日本全国を PR して回るっていうのは、とても控えめで、働き者で好きですよ。そうですね。ちなみに、映画テッドの中ではどういったシーンがダミさんは好きですかね。そうですね、やっぱり、なんだろう、テッドが
普通に働いていて、うん、そこで美女をナンパしたりとか、そういうペットの女の子が大好きな一面が見れるところが好きですね。はい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 、でもあれですよ、他の女の子にね、そうやってね、腰を振ってしまうような男性とかってどうなんですか、ありなんですか。そうですね、なんだろう、ペットの場合は規模が大きいから、うんうん、なんだろう、世界股にかけてる感じでいいんじゃないでしょうかね。いろんな意味で股にかけちゃってる感じがありますね。はい、そんな男性とか今までいたことあるんでしょうか、ちなみに。なんですか、なんていうんですか、他、もう私そっちのけでます。ね、他のところにね、色目を使っているような男性とか行ったことあります？なんか一応デートの誘いをしたところ、うんうん、大学時代の同級生たちと、うんうん、とあるプロレスラーの引退試合に行くから今日は行けないって言われたことありますよ。なるほど、プロレスに負けてしまったというわけですね。そうですね、私よりも引退試合取られちゃった感じです。まあでも友達とでね、みんなで集まれるなんてそうそうない機会だから、はい、私とはいつでも会えるけど、ね、向こうはそうじゃないじゃないですか。引退試合も1回だし。なるほど、はい、ね、生涯に一度ですもんね。そうですね、大人なダンミスさんですね。ありがとうございます。テッドはですね、どんなシーンがお気に入りですか。やっぱりね、テッドは、うん、もこ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 、それはスーパーの女の子をね、ナンパした時のね、今ね、ダンミスさんのお話いただいてね、そのシーンですよね。楽しいですよ、もこもこ。これでダンミスさん、なんかナンパされちゃうわけですか、これで。そうですね、そうですか。でもナンパするのも、こうやって彼は一生懸命なんで、もこもこ、そういう一生懸命に女性を口説くところまた可愛いですよ。可愛いですかね。見据わってないし、何を聞いても大人でありがとうございます。まあ、こんな風にですね、世界一ダメなテディベアが大暴れします、テッドブルーレアの DVD なんですが、本日ですよ、7月の24日発売いたします。皆さんにはぜひ手に入れてほしい一品でございます。